おはようございます。どうも、おはようございます。今回なんですけど、ちょっと、とりあえず渦を手に入れました。こちら、ドン。ワンピース、沖縄限定、チョッパー、ジグソーパズルということで、こちらの沖縄限定のね、ジグソーパズルをゲットしたんで、今回はこれを完成させる動画ですね。ジグソーパズルとか何年ぶりだ？子供の頃、やったくらいで、20年ぶりとかじゃないかな。すごい久しぶりになるんですよね、ジグソーパズル。150ピースでしょ？150ってそんな大きくないよね。ゴミが。よしよし。はい。じゃあ、ちょっと、開けてみるか。これが見本だよね。これを見ながらやるってことだよね。開けますね。あ、開くに入ってるか。うーわ、これは無理だわ。これは無理だわ。これは無理だわ、ちょっと。これ無理でしょ、これ。むずっ。いや、やかな紙ないの？なんか、あ、ハガキが入ってますね。不足してるハガキがあったら、ハガキじゃねえや、パズルがあったら、送ってみたいな。ちょっとこれ、いや、ああ、散乱しちゃった。これむずい。むずいんだけど、これ。ドキドキしない、これ。いや、待って。待って、できるしないぞ、これ。ちっちゃー。わかんないよ、こんなの。むずすぎでしょ、これ。これは無理だわ。いや、待って。関節できるしない。むず。待ってよ。これ、できる気しないなぁ。できる気しないなぁ、ちょっと。これどうしよう、やめとこうかなぁ。できる気しないんだけどね。待って。沖縄、ここ見て。沖縄が完成した。沖縄の、違うこれ。あ、違う。あ、ここにあるのか、一つ。待って、むずいぞ、これ。相当むずいぞ、これ。あ、ここ完成した。ここ、沖縄完成しそう。左下の、ここの部分の沖縄が完成したんだけど。これ長い道のにちょっとこれ。全部動画回してたらちょっと釣り大臣かかっちゃうなぁ。ちょっと待って。ちょっと待ってくれよ、これ。いや、無理だって、これ。ちっちゃいし。いや、無理だって、これ。無理だよ。仏教ですさ、俺。仏教ですから。ちょっと待って。これは一回なくさないようにして、これは、保留ですね、ちょっと。ぼちぼち組み立てていくか。全部これ、組み立てて動画にしたら、一日で足りないぞ、これ。じゃあ、ちょっと、完成までお楽しみということで。いや、今日はやめときます。俺が元気な時にやろう。今日この後収録があるんでね、しぐまくんとの。やめとくか、ここまで。いや、きついこれ。きついぞ、これ。はい、というわけで、いつかお会いしましょう。さようなら。おはようございます。どうも、ウワです。ということで、今回はこちら。で、アドさんの、あ、話してんな。歌の歌、買いました。アンビスフィルネット。ワンピースの映画の、なんだ、主題歌と挿入歌ですね。の、初回生産分限定特典。初回限定版を買いました。初回限定版は、DVD が付いてたりとか、あとなんか、カードが付いてたりするんですね。
かっこいいね、アドさん。アドさんとワンピースユニベットの重要人物、歌ちゃん。あんま見えてないですよ、ワンピースのユニベット。体調悪かったりで。忙しかったりで。ちょっとこれ、聞いて映画見に行きたいと思います。いやー、相当評判いいからね、今回のフィルムレッドも。ワンピースの映画って基本評判いいよね。数年に一回の頻度で公開してるけど。よし。というかは ?4 周年のか。アドさん、アドちゃんとサトルヒーと動物バンド。全部嬉しいな。動物バンドってなんだ?動物バンド気になるな、逆に。動物バンド気になるんだけどね。はい。ではこんな感じです。ミンクスの席があるのは嬉しいね。ちょっと引きたい、アイコン。オープン。お。なるほど。なるほど。こっちが CD。こっちが CD で、もう一面が DVD と、なんていう感じですね。カード入ってんのか?カシーカードの中に入ってるかな?ちょっと、取れない。取れない。よし。カード気になるね。あ、あった。おお!見て、うたちゃん。やー、これかわいい。うたちゃんのカードは、このワンピースカードゲームと関係ないんでね。たぶん、タイプだよね。うたちゃんかわいい。かわいい、やった。やった、これ嬉しい。で、アドさんの、ライブツアーか。ライブツアーの応募券が入ってますね。これは、無視できないということで、置いていきましょう。CR コードが書いてあるんでね。歌詞カード入ってんね。ミンクス先あんの?ミンクスの先嬉しいな。好きですよ。おー、ちょっとじゃあ、ちょっと聞いてみますか。いや、いいね。アドさん。アドさんは19歳だからね。すごいよね、19歳で。この前も埼玉スーパーイーグでライブしたもんね、ワンマンライブ。すごいよ。アドさん。じゃあ、聞いてみたいと思います。おはようございます。どうも、おはようございます。というわけで、先日、9月3日、2022年9月3日、私、今、名古屋の方に行ってまいりました。はい、ということで、アイドルマスターシンデレラガールズのライブがありまして、それ名古屋行きましたね。名古屋行くのは何回か行ってきたんだけど、今回ちゃんと観光もしたし、楽しかったです。で、CD 買ってきました。会場限定 CD、これ。どうよ。CD ね、1枚2500円なんですけど、ゲイを出す。それ、2000円買うごとにファイルが1枚もらえるということで、こちらのファイルを、もらいました。久川島のね。いやー、これね、夢をのぞいた後、サンハイゴールドの総曲が入ったということで、これは、おいおい聞きたいと思います。いやー、ほんとね、名古屋いいとこだね。初めてちゃんと観光したな、名古屋。昔か何回か行ってきたんだけど、今回ホテルを、名古屋駅の近くに取って、で、素泊まりして、翌朝、まあ、名古屋モーニング、有名な名古屋モーニングを食べて、で、名古屋港水族館行って帰りました。いやー、ライブ楽しかったんだけど、そう、ライブね、そう、なんか、シンデレラガールズのライブだいぶ変わったね。前と比べたら。今の相方も、ライブの仕方もいいかと思うんで、11月にライブがあるみたいなので、楽しみです。はい。で、名古屋モーニング、オグラトースト、美味しかった。初めてあんな美味しいトースト食べたよ。オグラバターも美味しかったからね。彼、お土産屋さんでオグラバター買いました。職場へのお土産として、家族のお土産と一緒にね。で、名古屋港水族館も、結構ね、広いね、名古屋港水族館。俺、水族館が好きで、年に数回行くんですよ、水族館に。なんか、今言った中でも、結構、割と上位の方に入る、いい水族館でした。名古屋港水族館。で、まあ、ライブもね、ライブ一時目行って、終わった後、オタク友達の仲間とご飯食べて。
ライブね、二日目に俺の好きな宮本フレデリックさんが、総曲歌っちゃったんで、一日目行った俺は、ちょっと残念なというか、アーカイブで見たんだけど、二日目は。まあでも、宮本フレデリック役の高野澄さんの髪色が、すごい、好みでした。いや、ほんと、ライブっていいね。アイドルマスターにも関係ないというか、アイドルマスターにも、の他にもね、いろんなアーティストライブとかいますけど、このライブは現地が一番楽しいよ、俺は。配信とかライブイングとか最近はあるけどね。俺は一番現地でライブ見るのが好きなんでね。11月のベルーナードーム、西武ドームでのライブはまだ行こうか悩んでるんですけど、でも、また、ライブ行きたいね。そう、二日目取れなかったんですよ、チケット。一時目だけ見ました、ライブは。二日目取れてたらよかったな。両日取れた人もいたんでね、友達には。はい。ってなわけで、ちょっと一曲ずつ語りたいんだけど、語ると、マジで動画時間がえらくなると思うんで、まあ、また、おいおい、ツイートもしたんでね、それで、済ませたいと思います。だけアイドルマスター、シンデガーズ、CGOTD のライブに行ってきたよという動画でした。はい。はい。では、ありがとうございました。バイバイ。またねー。